マイゼンハイマー作体とは、有機反応化学で扱われる反応中間体の一つで電子球引き元を持つ方向間に嗅覚剤が1、1の比で孵化して生じるアニオン。方向属嗅覚置換反応のスのる反応で中間体とされる。また、安定な塩が単離された例もある。マイゼンハイマー孵化体、ジャクソンマイゼンハイマー作体とも呼ばれる。 このタイプの不可体が知られるようになったのは1900年前後である。1886年にヤノフスキ・ジャニフスキーは M、ジニトロベンゼンとアルコールのアルカリ溶液を混ぜた時に鮮やかな紫色を観察した。ロブリデ・ブロインは1895年にトリニトロベンゼンと水酸化カリウムをメタノール中で反応させた時に作られる赤色の物質を調べた。1900年には、 ジャクソンとモソロは、トリニトロアニソールとナトリウムメトキシドを反応させた、時に得られる、生成物が、キノイド構造を持つと予想した。その生成物について、ヤーコップ・マイゼンハイマーは1902年、酸を加えると元の気質に戻ることを見出した。常識のように、3個の電子球引き元により、マイゼンハイマー作体の不電化は、非極在化し、安定となる。 電子不足のベンゼン環を持つ4、6ジニトロベンゾフロキさんは、電子豊富な1、3、5、トリスベンゼンと反応し、マイシンハイマーウィーランド作体というべき、創生イオンの負荷体を得た。この負荷体は NMR により同定した。ありがとうございます。